忘却の神話がある。かつて神々がこのファージアスに生命を吹き込み、我々が生まれて間もない頃、破壊の神がこの地に降り立った。破壊の神は星に住む生命に恐怖と死を与えるためだけに存在し、地上に破壊の軍団を送り出した。星の生命たちは彼らに対して勇敢に戦うが、ことごとく敗れた。その時、神々が創造した一人の戦士が現れる。彼は破壊の神に戦いを挑んだ。その壮絶なる戦いは300年にわたって続いたという。だが、その戦いにもやがて決着の時が来た。戦士の剣は破壊神の力のもとである赤き目を砕き、ついに破壊神を深き眠りにつかせたのである。だが戦士も傷つき、彼は残された生命たちの前で言う。我は深き眠りにつく。もし再び破壊神がよみがえらんとするとき、我を目覚めさせよと。それから千年の時が流れ、この神話は人々の記憶から忘れ去られた頃、新たなる脅威が一人の男によって大陸を覆い始めた。その男は破壊の神を崇めるジグラの民を率いて各国に濁流のように攻め込んでゆき、人々を恐怖のどん底に陥れた。そして人々はその男をこう呼んだ。ファージアスの邪皇帝と。
Come on.